セントスカーニバル番外編の第7試合となります。農園さんのハカン VS シュトネさんのアドンとなっております。まあ、お互いですね PP が4500から5000という出場者の中でもかなりトップクラスの実力のお二人でございます。そしてこのお二人には、まあ、仲悪いわけじゃないんですけど因縁がありまして、前回のセントスカーニバル3の1回戦目第3試合目か4試合目ぐらいにおいてですね、農園さんとシトネさんすでに当たっております。その時はなんとハカンを使っておきながら農園さんの勝利という形となりました。シトネさんに言わせると、実はアドンはハカン結構きついんですよと言っておりましたけれども、まあ、実際これどういう形になるのかさっぱりわかりませんね。まあリベンジマッチと言っていいでしょう。シトネさんは今回なんとかして勝ちたい、そのためにっていうわけじゃないと思うんですが、普段の配信からホラーゲームをやってシトネさんは心理を鍛えてるということですからね、これはどうなるかわかりませんよ。そしてガチムチガチホモの人農園さんと、これは本当わかりませんね。もしこれは農園さんがまた勝ってしまったら、まあこれはシトネさんお持ち帰りでしょうね。さあではここで勝利者予想をしていってみましょう。ズバリ農園さんシトネさんどっちが勝つと思いますでしょうか。これは分かりませんよ。今回破壊対策をしてきたシトネさんなのか、まあ、してるかどうか分かりませんけど、やっぱり前回同様農園さんが勝つのか、こればっかりはね蓋を開けてみないと分からないっていうのはありますよね。ではカウントいきますよ。5、4、3、2、1、オープンゲット。なるほど、前回同様シトネさんあんたを返り討ちにしてお持ち帰りしてやるよという農園さんの青白い炎が見え隠れしているという、そこを察知したリスナーの方々は農園さんに一票という形でしょうね。実に4分の3が農園さんの勝利を想像していると。シトネさんを応援するのは、まあ、シトネさんの家族ぐらいという、そういうところでしょうかね。ではお二人をお呼びしてみましょう。これ一体どうなるんだろうな。いやなんか中橋さんがトレモしてるのを見てちょっとなんかあれですね、緊張してるんじゃないかとちょっと不安になっちゃいますね。これでもね、シトネさんの心量の低さもやばいんですよ。マージ心量ないですからね、ちょっとそこはね見ていきたいですね。はい、あとねさっきから定期的に放送が止まるようにちょっとなっちゃったんですよ。これはねちょっとね、もしかしたら大切中になっちゃう可能性もありますので、ほんと申し訳ないんですけれども、申し訳ないんですけどご了承いただければと思います。これはね原因わかんないんですよね。そうなんですよ、農園さんといえばね名勝負製造機と言われてね、どんな人でもね5-4までもつれさせるっていう豪のものですからね。まあご本人はプロレスが好きなんで、こういうねおいお前俺の胸打ってこい、あ痛い痛い痛い、いやでも俺の逆水平も食らえみたいなね、そういう読み合いができる方なのかなというふうに思いますね。ではまずはラグチェックをしていただきましょう。農園さんとシトネさんレディーを押していただいて、まずはラグチェックでございます。今日の調子はいかなるものかというところですね。ではラグチェックの試合でございます。お互いの調子を測る意味でも、おっと農園さんはこの時期に5000まで上げてきた、シトネさんも4600、上級者の BP ですよ。おお、いきなりもう相手の出方これラグチェックっていうか勝ちに来てるような気がすんな。え、ラグチェックだって分かってますよねこれ。大丈夫かなこれ、動きおかしいこれラグチェックで相手のターンになるときに油塗る必要ってあったんですかね。まあ、防御力がちょっと増えるとかそんなのあると思うんですけど完全にこれプロレスラーですよね。なんかこうなんかシトネさんも動揺してジャガーキックでとどめさせてるし、もう意味わかんないですしねなんか対戦みたいだな。なんかいやー農園さんとは絶対大会で当たりたくないわ、絶対心折られるもんな。もうあれですよ、ゴング前の花束贈呈とか言ったら、オラブトンルベルルルとか言いながら対戦相手に花束で殴りかかる、そういうレスラーでしたよこれ。
からんコンボやってるもんな。どうなんだろう。さあこれ3ラウンド目が見ものですよ。お互いまあラグとかもどうでもいいから、とにかく倒し方しか考えてないでしょうね。これで下田さん一矢報いなくちゃいけませんよ。農園さんは絶対やりに来るぞ。大丈夫なのか。さあ競り合って大パンあって、小パン中パンから入らない。さあそしてラグチェックの途中、ちとねさんのターンであるにもかかわらず、何これねえ、何絶対対戦だよね、もうこすってるし。いやしかしね、今回はお互い読み合いはねちょっとね浅かったかもしれませんね。ウルコン当てたくても当たらなかった、完全に五分と言っていいでしょう。バーン。ではセントスカーニバル第これは7戦ですね。18時からのセントスカーニバル第7試合目、農園さん VS シトネさんの試合となっております。 1P 側が農園さん、 2P 側がシトネさんとなっておりますね。さあ一体この試合どうなるんでしょうか。超上級者同士ですから、これはね楽しんでいただきたいところですね。農園さんはすごくねロックが好きで、でロッカーはねなんかね曲名とかにね病気の名前をつけたりするみたいなんですよね、バンド名とかに。だから農園っていう名前にしたらしいんですよね。対するしとねさんはよくわかりません。なんか名前しとねってつけて、なんかサガット使ってたのにいつの間にかアドン使いになって、なんかね和夫さんのこと大好きなんですね。だから本当にちょっとライバルっちゃライバルですよね。がしとめさなくちゃなと思ってますね。では1試合目いってみましょう。どうなるんでしょうか。さあコパンからのコンボが入って、ワンコンボ置き攻めは恐ろしいですよ。さあセットプレーはあっと出し切ってしまう。おお、なんか今新しいことしてましたね、いろいろ。ちょっと見たことないような展開。おっ怪しい動き相変わらずしてんな。しとねさんは自分のペースを取り戻せるか。現在お互い配信中でございます。さあ中盤からボンボを入れて、攻めまた地獄ですよ。これですね、これは避けづらいんですね。そしてアドンとしてはいつでもライジングジャガーあるっていうのを見せれるのは強いですね。さあ農園さんノリノリ、めちゃくちゃにいきます。ワンツーフォー。これはすごいな、すごい。もうねミスをフォローしてそのままゲージ全部入ってラウンド取っていきましたね。さすが投げキャラらしいところは投げキャラらしいところでしょうね。さあ中パン、タッチジャックパン、タッチジャックキック、普段の破壊なら使わないような通常さ、そしてダブルアップ、かなり厳しいですよ。よく今ダブルアップしたな。さあ大パン大パン、シトネさん壊れるか。いやピヨってるし、やばいやばい、リアルシトネさんもピヨってる可能性がある。ホラゲーで鍛えた心量とは一体あれは嘘だったんでしょうか。シトネさん一瞬で体力溶けたんですけど、あれこれセントスカーニバルの時の負け方と一緒だな。あれこれリベンジマッチなはずなんですけれどもね。そうなんです、今コメントにあったんですが、撫で方だけにですねオイルロケットで遠くまで飛んじゃうんですね。ダメージも通常の 1.2 倍はあるでしょう。これは結構農園さんたけってますね。今ちょっとの配信が見れないので残念なんですけれども、かなりねたけってるでしょうね。叫んでる可能性もありますね。オラ来いやーみたいな、ほら胸打ってこいみたいな状態になってるでしょうね。それはもうさながらね誰でしょうね、コンドッティ選手ぐらいたけってる可能性がありますね。さあでは、2戦目ですね。現在は農園さんが1勝している状態です。さあコパコアからのコンボ、コパじゃないか。そしてさっきセットプレー見せたから、今度はスカシのコマ投げが決まる。これはね精神に対しての読み合いを仕掛けてるんですね。さあそしてマリン技であるライジングジャガーじゃなくてジャガーキックですね、いろいろ打ってますけれども、さあこれ前で中盤からの読み合いがきつい。すげえワンコンボ。そしてしとねさんは壊れそうで、壊れそう、どうすこい投げ。さあ上からいけないんですよね。アカンのウルコン2は上からいけない抑止力、いいですね。ワンコンボ、おっと素晴らしいコンボ、まだウルコンにはいかない。そこが落とし穴だったか。
ここはウルコン行ってもよかったかもしれませんね。もしかしたらコマミスだったのか、もったいないところ。では2本目ですが、さあ思い切っていきますね。ゲージ溜まってないうちからね、できるだけガガキック打っていきたいですね。1回目も上から行きたいんですが、しかしこう抱きしめたのはあなたのせいと言わんばかりのコマ投げ、しゃがみ中パン、そしてね、大きい垂直ジャンプ、そしてこれジャガートゥースを見せていき、相手を混乱させていきますが、相手のミスを誘ってからのコマ投げ、そして油塗り塗り、いろいろしていきます。さあこの前一気に投げ前ですよ、謎の油塗り、土作戦紛れてコマ投げを当てて、さあここからこれは持続当てになりませんでしたね。さあ売り込んでましたよ、ドネさん、これはあんまり減りませんが、反撃のよろしとなるでしょうか。上からいけない、いく、あーぶねー、破壊らしからぬ近づき方をして一気に行こうかっていうところに垂直ジャンプ置いておきましたね。さすが、おっとこれは対空にはならない、コマミスでしょうか。ライジングチャガ対空出る、そしてゲージがないですよ、あかん、これきついきついですよ。しかし油塗ってるから投げ前も通常よりも多いんです。常に油塗ってますね、さすがオイルレスラーというところでしょう。危ないですよ、油を剥ぎ取りたい、ひとねさん、おほー行くぜ、さあ油、そう、そこにワンコンボ入れていくといいんですけれどもね、常に油を塗ってるんだよな。そして起き手目、あ、失敗しましたね。さあこれ右の大キックから投げはグラップ、そしてジャガーキック、ガナシャやばいですよ、ジャガーキック、ジャガーキック、いやあんまり近づきたこと近づけないんですね。そして強行しているうちにコマ投げ、こっからのセットプレーは思い切っていきましたね。ヒトネさん噛み合う、おお、いやーしかしね、ノーメンさんはすごいんですね。やっぱりね、ミスっていてもちゃんとフォローのコマ投げ入れてる、そこが今は落とし穴だったわけなんですけれども、しっかりとコンボを見せらず入れてくるヒトネさん、心理を上がってる可能性はありますよ。現在1勝1敗、いい試合でございます。農園さん1勝、ヒトネさん1勝となっている状態で、次の試合が3戦目ですね。すげえな、しかし農園さんたけってんな、相変わらずこのガキやーとか言ってる可能性ありますね。お互いの配信後で見たいな、いろんな人の配信回ろう、なんか自分に対して毒づいてる人もいるかもしれないですけど、でもね、ほんと今回こんな急なオファーで出てくれてた人たちは本当に素晴らしいし、ほんと感謝してもしきれないですね。あ、それが意外に落ち着いてるんですよ。あ、そうなんですね、なるほどなるほど、いいですね、お互いリラックスしてる状態で戦えてるということでしょう。では3戦目でございます、いいですね、相打ち、しっかりと、おっとこれですよ、背びをキャンセルできる油塗り状態のハカン、背びを見てからコマ投げにシフトチェンジ、そしてこれは詐欺飛びなんだ、もう知識の宝庫だな農園さんは。いやー人根さんきついか、この体力差、バックジャンプのあれは中キックでしょうかね、なかなか見ない選択肢ですけれどもね、でしゅけれども、はい、おおすげえ、あんな待ち方あるんだ、おお画面足のなんだこのアカン、すげえスピーディーなんですけども、やばいなすげえ飲んじゃってるなこれ。人根さん壊れるか、いいですね、反撃ののろし、そして上からはいけますよ、まだ、うおおあぶね、お互いうまい投げ、そうですね、投げは通りますね、いい中段、そして上から行く、はぁ、いや今バッチリのタイミングでしたけどもね、反応できるあれ、マジか、顔やべえなこれこれ放送禁止あるよ、バンありますね今のねちょっとしたグロ動画でしたね。いやでもね、いやたまに飛びを見せなくちゃいけないんですよ。で、ね、今抜群でしたタイミングも。いやあれに反応できるって意味わかんないですけどね。はあ。やべえな。すっげえ。しとねさんちょっと放心状態かもしれませんよ。
では現状は農園さんが2勝、しとねさんが1勝という状態で次の試合が4戦目となっていますよ。これはどうだろうな、完全に上からいけないことが分かっちゃいましたからね。アドンはね、上からいかないとしょうがないんですよね。だから体力が相手半分を切ってからは上からいけないって、これは厳しいですよ。さあ大パン、大パンチ、こっちの大パンの方が強いんだよスモーキーと頑張って、そしてオーレイ駒投げ決まって油を塗る、そしてあっとこれは駒ミスですね。しっかりコンボ入れて、まだ上からいきますよ、で透かし投げ、そして投げ決まり、あっこれきついな、逆二択が強すぎる。そして人根式離していったんですが、もう一回離すか、投げ返し上からいけない、これがつらい、アドンがつらい。サブラ乗れると投げか、でもね人根さんの読みは合ってます、合ってるというか自分と一緒です。今あの距離にすればハカンは油塗ると思ったんですよ。そこに対して EX のトゥースを言ってこっからウルコまでワンチャンと思ったんですが、あれでしたからね。さあこれね、これきついっすよ。人根さんが前回よりもきつい大敗を気にしてしまうのか。大丈夫、ジャガー、ジャガーキック、ジャガーキック、油を常に塗られてる、これはきついか、すげえな攻めが。しかしちゃんと対空がまた出ますね。さあそしてウルコンが溜まってしまって、上から行けなくなってしまってからの人根がどうする、上から投げすかり、怖い、うわあ、なんだこれ、なんか今いろいろやろうとしたんでしょうか、人根さんどうなんでしょうか。いやー乱戦でしたかね。こんな時落ち着いてバックジャンプ、ジャックキック、これもしかしたら空中投げかなんか狙っていたのかな、ちょっとわかんないですけどね。そうですね、農園さんはウルコン2をミスった可能性ありますね。うわやべえな、今何勝何敗でしたっけ、3勝1敗ですよね。これ農園さん止まりませんよ、これやばいな、あれはハカンのライジングジャガーですねやばいな、しとねさん大丈夫かな、壊れてないですかね。しとねさんと中橋さんはこの大会切ってのガラスハートなんですよ本当にね。まあでもペペさんが今最強かな、ペペさんがガラス最強なんですけど、まあでもね実力にたがわぬガラスっぷりなんで、ちょっとしとめさんにはね頑張ってもらいたいなっていうところですね。農園さんはねほんとハートが強いんですよ、どんな大舞台でも俺の試合を見せる、俺にファイナルをよこせみたいなね、そういうメインイベンターの顔をいつもしてるんですよね。まあ顔見たことないんですけど、このままいっちゃうのかな。いやでも楽しい試合ですね本当に、お互いトンパチなキャラクターですからね、こういう試合が見れるのはすごく楽しい。では、4戦目となります、5戦目かな、現在農園さんが圧倒的優位となっているんですが、しとねさんはここを何とかしていきたい、やっぱ通常投げは大事でしょうね。おお、ダッシュダッシュダッシュですよ、そしてチャガーキック、ね、油乗り方がうまい、膝を少ししたぐらいでも全然気にならないんでしょうね、それよりも油乗った方が強いっていうことなんでしょう。さあ小足を刻んでいき、マイル中盤からバシャーっといき、マイル中盤からバシャーっといく、そして置き攻めをするようでする、さあしとねさんグレイダブルかぶれ、ダヤシガード、うわ空対空さっぱね、いやこれは釣られたか、完璧グルンからのターンティー、あターンティーじゃないよこれ、ウルコン2でした、ベーン、これやべえな、なんか農園さんさらに強くなってませんか、しとねさんはね動き全然悪くないんですよね。いやしかしやばいぞこれ、小パンで落とす対空技、そして立ち弱パンとか立ち中パンとかしゃがみ弱キックとかいろいろやってきますね。うわジャガーキック、ライジングジャガーもう打っていくしかないでしょうね。いやもうねここね置き攻めでライジングジャガーでもいいかもしれないですよ。さあこれめくり飛んでからの投げ、しかし抱きしめますよ、アカンの投げ、プレイいいですね、人根さんいい感じになってきてると思います。やっぱりねもうここね向こうが壊しに来てるんだったらこっちも壊しに行くと、壊しに来てるよ向こうは、行くぜ、おプレイ、おお、いや打っちゃうんだ、あれもしかしたらねセビキャンとかできてるかもしれない、いやここウルコン自体、おお、いわゆる F 式でございます、上り大キックによる中断と、ちょっと危なかったんですけれどもいい選択肢でしたね。さあこれしとねさんここ取りたいですよ、抱きしめ、うわここから油を塗れる、おまけつきもう一回塗る、どんだけ貪欲なんでしょうかオイルレッサー、そして打っていくジャガーキック、これこれ美味しいですね、やべえな
間入れてピオル。さあここ倒しきらないでしょうが、敵だけダメージを大きく取っていきたい。そしてこれはどうだ、いやーめちゃくちゃ横に伸びる。そしてこれ危ない、あー危ねー。今田島横式じゃなかったですか、なんかやってましたよね、危なかったな。さあしとねさん、白氷の勝利を掴んで現在農園さん3勝、しとねさん2勝と、まだまだ分かりません中盤戦に入ってきました。いやー危ないっすね。破壊っていうのはいろんな技が性能悪いんですよ。でもね、1回ダウン奪った後の置き攻めによるラッシュ、言うて投げキャラですから。でね、他のザンギとか誰だ、フォークと比べて投げキャラとしては性能が悪いんですけれども、その分ですね、セットプレイが非常に強いんですね。置き攻めよくわからないセットプレイとか、あとウコンもね、ワンもツーも非常に強力ですからね。そこら辺はね、フォークとは違いますね。では次の試合6戦目となります。 1P がしとねさんが2勝、 2P が農園さんが3勝となっています。どうだか、ダイキックゴッドミドル、そしてこれいいですね、マイル中盤キャンセルしてのコマ投げキックバーン、さあいいですね、中盤とかガードした有利フレームを取っていくっていうのは素晴らしいですね。ハカンの通常座が強く見える、まあ、ハカンもダンもですね、通常座非常に弱いんですが、上手い人が使うとちゃんと性能を発揮できるってことなんでしょうね。本当はね、リュウの中足とかに勝てるようなキャラがないはずなんですが、ちゃんと攻めていくんですが、何はともあれウルカとウルコンがしっかり決まって永遠に眠ってろ、ここからさらにダメージを維持できるのはいいですね。ダイヤショーガード、そしてうほぉすげーな、もうジャガーのジャの字が聞こえたらすぐにロケット行ってましたね。そしてロケットから置き攻め、さあこれマジかー、マジかー、これは折れるなぁ。一点読みでしたね。マジかぁ。しとねさん、これはきつい。勝ち試合落としたぞ。セミ前捨て弱キックからのコマ投げ。油を塗り直して、油を塗る。おおよく。さあ、そして、ね、投げが通って画面足。しかしまだ怖いですよ、ウルコン2。こんなにウルコン2を使いこなしてる人はいないでしょうね。下下下っていう難しいコマンドなんですけれどもね。さあここはどうなる、油は塗りたいんですが油なくなった。アカンはこれにてすごく弱くなりますよ。失礼しました、配信が止まっておりましたが、最後農園さんのスパコンが当たり、そのまま勝利となりました。すげえな、あのスパコンって垂直ジャンプ枯れるんですね。やーべえな。マジか。そうですね、最後はしとねさんの垂直ジャンプに対して、スパコンを当てていって農園さんが勝利になりましたね。これにて現在星は4勝2敗、農園さんはリーチとなっております。しとねさん後がないですよ、動きは全然悪くないんですけれども、農園さんの一点読みが冴えてますね。しかもあのウルコンツーツナ、これねクセモンでしてね、オイルコンビネーションホールド、空中にいる相手1フレです、いやあれ0フレだったかな、とにかくね必ず吸えるんですね。これはやばいですよ、さあこれどうなるんだ、お足を刻んでいって、さあジャガーキック、体力はアドンが勝ってるんですが、なぜか精神的に優位な農園さん、そして思い切って打っていきますね、ああいうのすごく大事ですよ。さあ、あ置き攻め怖い、3つあります、もっとあるかな、さあ、これ、さあこれきついですよ、いや、おほー、ピオリチも溜まってきた。これ危ない、いい避け方ですが、あーコンボミスに対してちゃんと出てるんですが、アドンの体力は750、もしかしたら他のキャラなら生きてたかもしれないんですけれども、これはきつい、ノエさんリーチ、ここはどうする、しっかり対空出ますよ、ひとねさんはここで一気呵成攻めたいところ、油を濡らしてしまったんですが、いい調子、ワンコンも決めてピオルチも溜まってますよ。
さあ、ここは、ここは、これラッキーですね。ジャージンジャがもう一発でピヨります。いや、行きましたね。ピヨンだよな。あかん、やっぱマジか、これ。下下下ですよ。マジか、すげえなあ。すいません、体力750で言いました。すいません、950です。間違えました、言い間違えました。大変失礼いたしました。そしてアドンの攻撃が当たりまして、しとめさんが1本取り返しております。腹部に痛いダメージを食らってしまったハカンは、これどうなんでしょうか。しっかりこれ、これやばいですね。ゲージがやばいですね、お互い。片やしとめさんはほぼゲージなし、農園さんはゲージマックスと、いつでもスパコを打てる。あー、やばい。さあ、こっから、いやー、ちょっと失敗しましたが、怖いですね。油塗り塗り、油塗り塗り、ナイッケー。わ、しっかりとウルコをいって、ゲージはないんですが、あの体力はアドンにとっちゃすぐ溶けるもの。さあ、しかし上から行くの怖い。ウルコン2警戒しつつ、スパコンも警戒しつつ、横行くしかないのかな。でもね、アドンはね、歩いていって横から攻めるキャラじゃないんですよね。うまい、対空しっかり。そして投げはグラップ、ここは取りたい。ヒトネさん、ここは取るとこぞ。危ねえ、今失敗してた。危ない、上から行くのか。やっぱり上からなの。危ないですよ。しかしこれね、おお、ああ、心の隙間を縫っていきましたね。あんな選択肢自分には絶対できません。ヒトネさん、ダッシュしゃがみ中キックという、裏の裏の裏を変えた選択肢で神の力を見せていきました。現在農園さんが4勝、しとねさん3勝となっております。いやー、いいですね。やーべーなー。いやね、アドンはね、空中で軌道を変えたりとか、あのバリン技であるジャガーキックとかなんですけども、全部ハカンのウルコン2が怖くてなかなか打ちづらいんですよね。だから味が出せないという勝負なんですよ。これは本当にね、アドンがきついかもしれないんですけれども、まあ、アドンはでもナチュラルパワーが強いんで、まあ、そこはね、なんとか言ってもらいたいところなんですが、今みたいに油を濡らせない展開ができればこのままトントンといく可能性ありますよ。しとねさん、ここ正念場、次の試合が8戦目となります。しとねさん3勝、農園さん4勝という状況でございます。さあ、垂直ジャンプが当たりまして、すかし投げはセビに有効。そしてしかしこれ読まれてますね、コマ投げが入っている。おお、ちゃんと仕込みが入ってる。そして置き攻め、画面端、いいですね、破れかぶれ。最後にジャガー、そしてジャガーキックを空中から打つ。これも簡単、わーっと、おー、これはいかん、いかんぞ。置き攻めあるぞ、詐欺飛びからの、おー、追っ払っていく。いやー、しかし危ない、思いっきり投げて油を濡れる。もう大キック、大キック、セビ当たった、ラッキー。これはラッキーでしょう。若干危なかったんですけれども、何はともあれ当てていくのは大事なこと。永遠に眠ってろよ。しとねさん、さすがね、これホラゲやってきただけのことはありますよ。いや、油濡らしたくない。また濡られる。ジャガキ危ない。これはおっと、コンボミスラッキー。しかしここライジンジャガキ、お互いめちゃくちゃ。いいですね、投げはグラップ。画面中央、体力5分。ゲージも農園さんがやや有利か。いいですね、あのダイパーの追っ払い方。そしてジャガキ、あ、これ危ない。やだ、ダブルアップしていいですね。あー、しかしウルコン出ない。やめろー、壊れちゃう。しとねさんが壊れちゃう。やーべーさあ、どうなのこれ。おー、うまくいって、ロケットで拾い、そして、あはー、ロケットじゃないか、あれ。いや、これやばい、一番やばい流れだ。農園さんがやっちゃったー最後の一撃を前に煽ってくる農園さん、彼こそまさにリアルプロレスラーでしょう。しかし、しとねさんも素晴らしい動きでした。でもね、やっぱり勝敗分けたのは
絶対に負け試合だったところでオイルロケットで突っ込んでいって、それをガードさせてからのブルコン2でしょうね。あそこも削り 100% というところでしたからね。ほらきついな。いや名勝負でしたね。5勝3敗。これ確か前回もこんなじゃなかったでしたっけ。5勝4敗でしたっけ。なんか前のセントスカーニバル3の時もこんなだったような気がしますけどもね。まあでも本当にいい試合でしたね。しとねさんの勝ち試合はすごくあったんですけれども、やはり農園さん今でも現役なだけあって読みが冴えてましたね。熱戦を制するのはああいう最後の土壇場の読みなんじゃないかなっていう気がします。はい、なるほど。という形で今回第7試合は農園さんが5勝3敗で勝利となりました。お疲れ様でした。お二人ともお忙しい中ご参加ありがとうございます。では次の試合になります。次の試合19時からとなっております。この試合は今回の大会で一番の PP の高い2人の試合となります。イモレベルビオリのバルログ VS 小次郎さんのチュンリーとなっておりますね。こちらの試合には実は因縁がありまして、去年のドパンガチャリティーカップセントスチーム出場しました。しかし2回戦で敗退しております。その2回戦目最後大将戦、イモレベルビオリ君が使ったバルログを倒したのは小次郎さんのチュンリーだったんですね。お二人は2人とも非常に上級者。イモタムはもうウォリアーですからね。ウォリアーバルログは多分日本に3人ぐらいしかいないですからね。そのうちの1人イモタムがチュンリー使いの小次郎さんに迫ります。キャラ的にはチュンリーが非常に有利というふうに聞いておりますが、実際のところはどうなんでしょうか。では約30分後でしょうか、19時からの試合をお楽しみにしていてくださいませ。一旦失礼いたします。